ヒカキン TV Everyday。 ヒカキン Hello YouTube。 どうもヒカキンです。いやー来ましたね、これまた楽しみなものが。僕が大好きなあのピルクルの新作が登場いたしました。それがこちら、ピルクルクリーミーリーチ。じゃじゃん、日清ヨーク、濃厚で味わい深いピルクルルクルピピルクルルプルキクリーミーリーチ 500g。 はい、そうです、ピルクルといえばやっぱりこのスタンダードなねピルクル有名ですけれども、なんたってねこのヒカキン TV の記念すべき1本目の動画はこちらピルクルを飲んでおります。それくらい僕このピルクルが大好きです。で、今回発売されたこのクリーミーリッチ、ちょっとね普通のピルクルよりいい値段します。確か税込み139円かな、30円くらい高いと思われます。比較してみましょう。まず普通の方ね、これはもう言わずと知れたね乳酸菌飲料でね、ホームページ見てみたら、新しいピルクルリッチは、あ、ピルクル、ピピピ、新しいピルクルクリーミーリッチは、通常の普通のピルクルより乳製品が 1.4 倍入ってると。相当濃縮されてるみたいですね。はい、こっちがリッチですね。色白いんだろうな、これな。いきますよ。やっぱしや。お、なんかちょっとだけトロトロしてるような、してないような。はい、こんな感じで全く違う飲み物ですね、これね、色的には。まずは普通の方ね。うん。いいね、こうなんだろう。しつこすぎず、でも結構甘いんだ、これが。うん。うまい。それでは今回発売されたクリーミーリッチ、いただきます。ペルペン。お？ん？むん？あーん。もうヨーグルト。もうなんかほとんどヨーグルトの味です、これ。飲むヨーグルトなんだけど、ちょっと後味ね、ピルクル。こう、喉越しが全然違う。普通のピルクルは、さらっとしてんだけど、こっちがちょっとこう、トロトロしてるっていうか。でも、口に入れた時の酸味っていうか、ピルクル特有のなんか、しばしばする感じっていうかな、なんつうんだろうな。そういうのはないね、こっちには。うん。すごく甘いね、飲むヨーグルトって感じ。うん、でも、やっぱりちょっとピルクルの味するんだよね。僕としてはね、こう、朝飲みたい感じかな、やっぱり。朝起きてね、ピルクルクリーミーリッチとバナナを食べるとかね。ちょっといい感じかも。ただやっぱり普通のやつ、美味しいなぁ。ブニョニョン、トゥデイズヒカキンズポイント。92! まあやっぱり飲んでみてね、こう、冬っぽいというか、濃厚だからね、チョコとか食べたくなる。この冬に、いい商品じゃないかなと思いました。まあ、こっちの普通の方は、オールシーズンいけます。あ、今更気づいた。普通のピルクルは 500ml って書いてあるのに、こっちは 500g。なんかヨーグルト的扱いなのか、これは。まあ、乳製品の方。乳製品乳製品好きの方、試してみてはいかがでしょうか。この動画がもしよければ、グッドボタンをぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。Bye。 私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。だらくだらくだらくー。